ベントも決まったし、新しいグッズ作りたいな。じゃあ自分たちで作ってみない？いいね、楽しそう。でもグッズを作るって言ってもどうやって？事前にスタッフさんにどんなアイテムを作るか相談してるよ。このスタジオにあるものを全部使っていいの？自由に使っていいぜ。だがしかし、制限時間を設ける。15分、30分、60分、90分、120分。誰が一番すごいグッズを作れるか勝負だ。スタート。始まった。始まりました。15分しかない。ふざけないと喋りかけないで。みんな、なんか俺だけアナログじゃね。今回はもうミーミー可愛さ全開で行こうかなって。ミーミーしかみんなが見れなくなるような可愛さのあるグッズにしたいと思います。足にしちゃう。あ、やばい、15分しかない。時間ない。とみちゃんです。私は30分なので、今回はこういう感じでステッカー風に作っていきたいなと思ってます。今回は90分です。ハンカチを作ろうと思ってるんですけど、まずね、みんなにね、ポーズを撮った写真を撮りたいんだけど、なんか忙しそうだから90分もあるし、ちょっと待ったと思います。僕のテーマは、よっちのメンバー落書き。待って、怖いんだけど、はい、めっちゃ。ではちゃんとみんなしっかり書くんで安心してください。はい。この度ね、世界にデビューいたします。シュンシュン渡辺のファーストコレクションとして、やっぱり世界に素晴らしいものを届けたいなと思いますので、今回のテーマはボンボン TV フルグラフィック箱押し T シャツ、こちら作っていきたいと思います。はい、お楽しみに。まず自分を描いたんですけど、こんな感じですね。加工フィルターは入ってます？いや、入ってないですよ。これがありのままの僕です。あれ、いや、まんまですよ。え、うん、やばい、どうしよう。やばいです、終わんないです。あ、やばい、止めてくれない。持ってない。見てこれ、これ普通の靴じゃこんなんできないからね。うん、私が却下しますね、普段なら。却下するでしょ、こんなのね。普段ならダメですね、普段ならね。あ、本人だ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 。しかもちゃんと髪の毛の、そう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 、こだな、もうちゃんとブランドロゴを一旦入れて基盤を作ったって感じです。ここからちょっと遊び心を入れていこうかなという。背景できた。え、かわいい、ちゃんと色がいい感じ。じゃあみんな、時間ありますか？え、おかゆ、俺はね、ちょっとギリギリだよね。え、嘘、ひどくないですか、私。みんなどういう写真撮った？でもいつも口開けてるもんね。嘘、こう見えてるんですか、私が。多分、ヨッツさんにはそういう目になってる、写ってんじゃない。え、熊田、僕が、おかゆちゃん、おかゆちゃん、こうなの。できた。はい、ということで、よっち完成しました。あとはスキャン、スキャンができなかったらもう終わり。終わりです、終わりです。皆さん完成をお楽しみください。はい、じゃあちょっとおかゆ、おかゆ、俺撮影したいからさ、はい、着替えてほしい。よっちさんも、よっちさんも緑で。おかゆあと10分しかないんだよ。ごめん、俺あと10分ぐらいかかるわ。いや待って、おかゆはかかるかかる、無理無理無理、終わらなくなっちゃう。お前それなりの頼み方あるでしょ。だっておかゆ、あの2万円払う。2万円。え、3万は、でも怒られちゃうよ。あ、だ、何して。あ、3万受け取るチャンス逃して。あ、うん、いや、じゃあ俺はいくらくれるの。え、あげます。マジかよ。はい、おかゆあと10秒。9、3、2、1、終了。完成しました。完成しました。じゃあちょっと急いでもらって。あ、ごめんね、ごめん、俺時間ないんだって今。よし、じゃあ行くぜ。はい、これで、あの、頭にメガネかけてもらって。え、お前雑じゃない。これヨッツさんは前のチャックが閉まらないからうつ伏せになってます。ミミコのヨッツさんとこうなるから。おかゆはミミの新名。やりたい動画ある、はい、こんな感じでデザインが終わったので、あとは僕が、まあ、しょうがなく空いてる場所がセンターなので、こんな感じで、イエーイ。完成。はい、というわけでね、みんなのグッズが完成したらしいよ。さあ今回も分数が一番短い人から発表。じゃあ15分の人。はーい。じゃあミーミのグッズから見ていきましょう。はい、じゃあみんな、はい、目を開けてください。せーの。
ほうほう、メンヘラパーカー、闇闇闇闇闇闇闇パーカー、闇パーカー、闇闇パーカーです。じゃあ次30分でどう。はーい。じゃあ次はドミノグッズです。じゃあみんな伏せて、はい、みんな一生目つぶせてください。一生は違うだろうな。はい、それではのみちゃんのグッズはこちらです。はい、おー、だから、うなぎ入れました。あー、これシールじゃないんだよ。シールじゃないんだけど、僕一緒に。おー、かわいい。芋とか、なんか、パンとか、かわいいやつがいっぱい入れました。これかわいい。自分で書いたの？パンは自分で書いた。すごいね。このケーキは自分で作ったけど。すごい。コップだったら、誰でも使えると。あー、まあまあ、そうだね、確かにね。すごい、いいね。かわいいね。いい感じ。さあ、続きまして、60分の人。俺だ。はい。よしでした。はい。はい。じゃあ皆さん、目を開けてください。せーの。パイ！おー！かわいい！かわいい！かわいい！待って、え、これさ、シュンシュンじゃん。はい。で、私じゃん。はい。で、ミーミーじゃん。はい。おかゆちゃんじゃん。はい。今の方誰？これ。はい。メンバーを、まあ、それなりに、ちょっと大げさに描いた、ちょっと面白みのある絵。かわいい。夏だからサンダルをチョイスしました。めっちゃ可愛いんだけど。なんかやつは履いてそう、普通に。いや、これは本当に履けるよね。めっちゃ可愛い。手書き感もいいね。手書き、そう、あえて手書きにしたみたいな。色塗るとかもそのデジタルにせずに手書きにしました。可愛い、めっちゃ。じゃあ次90分でしょ。はい、おかゆ。じゃあおかゆですね。はい、代わりに私たちがこうくしゃくしゃされる。あ、いいこと言う。そう、なるべくそういう使い方しよう。あ、でもなんかあと一人伝って心寂しいなって時もこうやって一緒に入れる。あ、え、マジで。ちょっと公式グッズじゃん。いや、公式だよこれ。何、ここに点がついてる。あ、本当だ。うわぁ、イエスキンだよ。おかゆの頑張りも入ったと思う。じゃあ次は、はい、120分の私。そうですね、フォトショーの達人が作りました。おぉ、どうぞ。せーの、パン。はい、うわぁ、すげぇ、すげぇ、すげぇ、発行し T シャツです。え、すごい、マジですげぇ。え、なんでシュンシュンセンターなの。じゃあ、発行し、発行し、若干収集よ。ああ、まあそうだね。まあ、まあ、発行しだよって。ちょっと待って、俺もったいな。もったいな、俺。いい味出してる。いい味。普通のグッズだったら後頭部なんか映んないじゃないですか。いや、そりゃそうだ。レアですよ。つむじ見えてる。つむじ見えてるの。こんなつむじしてんの。へえ。じゃないの。え、すごい。これ裏どうなってんの。あ、裏は、まあ、発行しだよ。若干収集。うわ。綺麗だな。え、キュー。なんでこんな綺麗なの。歴代ね、数少ないシュンシュンがサムネに映って、すごい。デビューした時のやつとか、このモザイクとか。すごい。これすげえな。綺麗なんで、めっちゃ。そう、で、ちゃんとブランドも入ってるから、シュンシュン渡辺。あー、ほんとだ。あ、なるほど。え、じゃあブランドの名前だから。あ、ブランド、まあブランドか。じゃあ、じゃあいいか。撮影してくれたチルハレのサングラスにね。え、チルハレ全部いいグッズなんだけれども、メンバー内で優勝決めようか。はい、はい、じゃあ行くよ、みんな決めた。はい、ゆめさん、そうだよ。はい、せーの、これ。はい、とみちゃんさん、ゆきさん、お、シュンシュン、おかゆだ。え、シュン、ゆきさん、これゆきさんじゃないですか。ってことは優勝はよっちー。お知らせがあります。何、なんとですね、はい、今回作った理想のグッズ、実はですね、はい、7月21日のボンボンサマーパーティーのイベント物販で実施するカプセルトイの景品に追加されます。皆様の手元に届く可能性があります。すごい。
してですね、はい、ちょっと俺から深刻なお知らせが。え、何？怖い。え、もしかして、え、何？やめられるの？やめちゃうんだ。もうネット沈黙じゃないです深刻だろ、お前。やめたら深刻だろ。お前、せっかく来いって、お前、絶対しちゃいけない。やめますよ、お前。うわ、何？これはすごいよ。何？じゃあ、いくよ。はい。じゃあ、目を開けてください。せーの、ポン。いきます。ちょっと、タイミング間違えた。もう目つぶんなくていいよ、じゃあ。タイミング間違えた。夜の部です、だから昼の部と夜の部があります。まあ、今回ですね、たくさんのですね、ご応募いただき、まあ、ご評価、ご好評につきですね、夜の部も開催することになりました。ありがとうございます。応援してくれてみんなのおかげだね。ありがとうございます。え、でも昼の部と夜の部って内容一緒なんですか？それがもう全く違います。昼の部と夜の部、内容も全く違うものにします。ちなみにですね、夜の部は何にすると思う？分かった。トミちゃんとお誕生日会。他お前やるか、お前。分かった、一人でやる、一人で。分かった。これね、シュンシュンの生歌、ミュージカルです。もっとやらない。夜の部はなんとファンミーティング開催します。ファンミーティングはね、このメンバーが初です。こちらです。ででん、ボンボン、アフターパーティーボンバクと楽しむ夏の夜。昼の部ではですね、ボンボンサマーパーティーをやるんですけれど、夜の部のボンボンアフターパーティーではですね、全く違うことをね、やるので、昼の部来てくれる子も、来れなかった子も楽しめる内容になっております。はい、はい、今回昼の部で抽選に当たった人も外れちゃった人も、ぜひ夜の部応募してね。チケット詳細は近日発表予定です。忘れずにチェックしてね。たくさんの応募待ってるよ。みんな会いに来てね。それではイベント当日で待ってるよ。待ってるよ。よっちのおじちゃん持ってきてね。みんなお願いね。おじちゃん誕生日です。誕生日、みんな行っちゃいます。誕生日23。お天様関係ないです。